次に福田昭夫君。はい、立憲民主党の福田昭夫でございます。デジタル化は必要な話だと思ってますが、さまざまな問題が最近発生しておりますので、今日はですね、我が国のデジタル化の問題点についてパート2ということでね、政府の考えを正してまいりますので、河野大臣はじめ答弁者は簡潔にお答えください。まずですね、会計検査院が調査したマイナンバー制度における地方公共団体による情報照会の実施状況についてであります。まあ、資料1にですね、会計検査院の簡潔な報告が書いてありますが、一つ目はですね、地方公共団体を情報照会者とする1285手続きについて、システム活用低迷の原因は何か。二つ目ですね、専門家から新制度作りが目的化してしまったのではないかというような話、それから課題設計なんではないかという疑いもあるという指摘もあります。それから3点目ですね、会計検査院が非常に大きな影響が出ていると指摘している会社の退職などに伴う自治体に届けて出る国民健康保険への切り替え手続きをどのようにですね、改善するのか、3点まとめてお答えください。楠木デジタル庁統括官。まず最初の2点につきましてお答え申し上げます。今般公表された会計検査院の報告書におきまして、自治体の情報照会件数は毎年増加している一方で、一部の自治体や事務手続きでは、情報照会が低調になっているものがあるされていることを承知をしております。この原因につきまして、検査院の報告書では情報連携を実施していない自治体に対する調査によると、業務フローの見直しが未了であったり、また添付書類を提出してもらった方が効率的といった回答があったものというふうに承知をしております。またマイナンバーの情報照会は先行して制度等の面で情報照会を可能とし、この後に各自治体がシステム整備を行って照会するという順番になっておりますので、どうしてもタイムラグが発生してしまう。特に自治体の場合につきましては、基本的に住民の情報は庁内の連携で入手することができまして、転入者の可燃度の情報についてのみマイナンバー情報照会が必要な手続きもございますので、どうしても件数が少ないことでシステム対応してこなかったといった事情もあるものと承知をしております。これらを踏まえてデジタル庁としては、情報連携を実施していない自治体において何が支障となっているのか、また所管府省において情報連携について必要な周知を自治体に適切に行っているか等の調査を行い、各事務手続きにおける実態や課題を具体的に把握し、効果が高いと見込まれる事務手続きから優先順位をつけつつ、実態に合わせて効果的に支障の解消を図っていくということとしております。また2番目のご質問にありました課題設計の指摘につきましてですけれども、マイナンバー制度による行政機関等の間での情報連携は、これまで各事務手続きの申請などで必要であった住民票の写しや家計証明書等の添付書類を省略可能とすることで、国民の皆様が各種書類の取得のために市役所に出向くことや取得した書類の提出といった負担を軽減することを可能とするものでございます。このため、これまで各行政事務の手続きの性質や具体的なニーズを踏まえ、制度開始以降、対象となる事務手続きを選定し、法令改正やシステムの基盤整備を行ってきたところでございます。実態といたしましても、マイナンバー情報照会の件数も、平成29年度は164万件であったところ、令和4年度には約1億9000万件に増加をしておりまして、実際に会計検査院の報告書でも、情報照会を活用している地方公共団体では、国民の利便性向上につながった、行政運営の効率化につながったと、約9割がご回答いただいておりまして、マイナンバー制度による情報連携について、効果を認識していただいているところでございます。また、今回、はい、短くして、はい、今後も新制度作りが目的化しているというような、あるいは課題設計の疑いもあるというようなご指摘は当たらないというふうに考えております。福田君。各3つ目、河野さん。日原審議官。
続きまして、会計検査院の報告書で指摘をされております、被用者保険の資格情報の登録が遅れていることによりまして、まあ、国民健康保険の手続きにおいて、マイナンバー情報連携が活用されていないという点について、ご答弁を申し上げたいと思います。この、ご指摘をいただきました、被用者保険の資格情報の登録の迅速化、こちらにつきましては、事業主からの届け出及び保険者の資格情報の登録につきまして、新規の資格取得から計10日以内にデータ登録することを、省令でルール化をいたしまして、令和5年6月より施行したところでございまして、これに基づきまして、中間サーバーへの迅速かつ正確な情報登録が実施されるよう取り組んでございます。具体的に申し上げますと、新規採用や転職などによる資格移動の際、内定者の方につきましては、入社日前に資格取得届などの作成を行うなどによりまして、資格取得届等の速やかな提出と資格登録を行うよう、事業主及び保険者に対して呼びかけを行いますとともに、資格情報の登録の迅速化を進めるためには、届け状にマイナンバーの記載を行っていただくということが大変重要でございますことから、関係機関と連携をしまして、リーフレット等を通じて、加入者や事業主の方に対して、この点の周知を図るなどの対応を進めているところでございます。引き続き、迅速な資格情報の登録に向けて、事業主や保険者の取り組みが徹底されるよう、必要な対応を行ってまいりたいと考えてございます。会長、福田君。はい、あまりにもね、原因がさ、ちゃんと会計検査院が指摘しているようなね、地方自治体が対応が整ってないんだということをしっかり認識して取り組まないとダメだと思いますよ。それではですね、4つ目ですけれども、マイナ保険証についても利用率が低迷し、本年4月時点で 6.56% にとどまっているとの話ですが、本年12月までに何パーセントに達したら紙の保険証を廃止するのか、お伺いをいたします。日原厚生労働省審議官。お答え申し上げます。直近4月のマイナ保険証の利用件数についてでございますけれども、これは過去最高の1210万件となりまして、利用率 6.56% でございますけれども、これもこれまで最も利用率が高かった昨年4月の 6.30% を超えたものでございますけれども、さらなる底上げが必要であると考えておりまして、今月から7月までをマイナ保険証の利用促進集中取り組み月間として利用促進に取り組んでございます。でマイナ保険証の利用率についてでございますけれども、これはあくまでマイナ保険証を利用されるか否かは、ご本人のご意向によるものでありますこと、また紙の保険証からマイナ保険証への移行期におきましては、最大1年間、現行の保険証が使用可能であるといった事情もございますことから、その国におきまして、その利用率の目標を設定するということは考えていないところでございます。会長、福田君。はい、ちょっとあまりにも無責任じゃないですかね。これね、もし12月1日までにですよ、本当に、半分以上の方が、本当にね、利用しない中で、紙の保険証を廃止してしまうなんていうのは、やっぱりね、厚生労働省としても一大汚点を作るという話になると思いますよ。よく考えた方がいいと思います。それから5つ目ですけどね、SIM 再発行等を利用した携帯電話番号の乗っ取り事件の防止策はあるのかということで、お伺いをしたいと思います。総務省木村電気通信事業部長。お答え申し上げます。委員ご指摘ありました、いわゆる本人確認書類としてですね、偽造しましたマイナンバーカードや運転免許証等を使用して、携帯電話番号を乗っ取る、いわゆる SIM スワップと呼ばれる手口を用いた事案があることは承知してございます。こうした事案に対処するためにですね、これまでも警察庁と総務省とで連携をしまして、携帯電話事業者に対して、SIM カード再発行時や機種変更時の本人確認の徹底をはじめとした対策、これを講じるように働きかけを行ってきたところでございます。また、今般の事案発生を受けまして、マイナンバーカードの偽変造への対策のためにですね、デジタル庁や警察庁と連携をしまして、去る5月の17日に、携帯電話事業者関係団体に対しまして、マイナンバーカードのセキュリティ対策について周知を行い、対策の徹底を依頼したところでございます。
まあ、こうした取り組みをはじめとしまして、今後も犯罪の実態等を踏まえて、関係機関と連携して取り組んでまいりたいというふうに考えてございます。福田君。なんかね、先日この被害に遭った本人からお話を伺いましたけれども、このですね、被害に遭ったはずなんですけれども被害者がいないっていうね、とんでもない話を伺って、ですからこれが事件にならないっていうんでびっくりしておりますが、もしこんなことがですね、もし事件にならないということになれば、こんなことをやる人がね、またたくさん出てくるということも考えられますから、ここはしっかりね、やっぱり警察庁とも連絡取ってしっかりね、まあ、そういったこういう犯罪が、ね、起きないようにする必要があると思いますが、今の話ではとても、ね、それができないような気がしておりますので、ぜひ、ね、これはしっかり取り組んでいただきたいと思います。次にですね、地方自治体の基幹業務システムの統一標準化の問題についてでありますが、一つ目と二つ目ですね、昨日も答弁していただきましたので簡潔にお答えください。まず一つは、統一標準化が2025年度末に間に合わない自治体の現状と、間に合わない理由は何なのか、それからガバメントクラウドを導入すれば自治体全体でシステム運用経費を3割削減できると説明してきたけれども、どうもそれも怪しくなってきたということでありますが、実態はどうなっているのか簡潔にお答えください。デジタル庁、楠木統括官。お答え申し上げます。3月に公表した移行困難システムに該当する見込みのシステムを有する自治体は171自治体約 10%、 システム数では702システム全体の 2% でございます。これら移行が難しい要因といたしましては、現行システムがメインフレームであったり個別開発で運用されていること、また現行事業者が標準準拠システムの開発を行わないとして、各代わりとなるシステム調達の見込みが立たないといったような理由がございます。まあ、デジタル庁としては引き続き PMO ツールや競争プラットフォーム、都道府県からの派遣職員等による支援体制などを通じて自治体の状況を丁寧に把握をし、円滑かつ安全な移行に向けた支援を行ってまいりたいというふうに考えております。2点目、3割削減の件でございますけれども、標準化基本方針では標準化対象事務に関する情報システムの運用経費等について平成30年度比で少なくとも3割の削減を目指すこととしておりますけれども、自治体の情報システムをガバメントクラウドへ移行した後の運用経費等の削減効果は自治体の規模や現行システムの運用形態の違いによってさまざまであるというふうに想定をされます。例えば複数団体でクラウド上のシステムを共同利用するなど、すでにコスト削減を進めている場合、単に標準化対応のみを行ってガバメントクラウドへ移行するだけではコスト削減効果を見込みにくい場合というのもございます。デジタル庁としてはクラウド利用料の大口割引や長期継続割引の提供、システムネットワークの最適化支援、要請があった団体への見積もり精査支援などの取り組みを通じてガバメントクラウド移行後の情報システムの運用経費等の削減ができるよう最大限の支援を行ってまいりたいというふうに考えております。会長、福田君。それではですね、次ですけれども、米国の大手クラウド4社がですね、政府と地方自治体向けのガバメントクラウドの事業認定を受けているわけでありますが、政府と地方自治体の4社のですね、利用状況はどうなっているのか、利用状況だけ簡潔にお答えください。瀬田デジタル庁統括官。お答えいたします。令和6年4月末時点で国地方公共団体の177システムがガバメントクラウド上で稼働しております。各事業者別の内訳としましては、アマゾンウェブサービスで155システム、 Google クラウドで9システム、 Microsoft Azure で5システム、 Oracle クラウドインフラストラクチャーで8システムとなってございます。福田君。委員長。これでね、はっきりしたのはアマゾンが独占状態だと、こういう話であります。そんな中でですね、4つ目ですけどね、公正取引委員会は欧州のデジタル市場法のようにクラウドサービスを提供する巨大 IT 企業の規制を考えていない、今回の新法では考えていないということでありますが、今後は法制化を考えるのか考えないのか、簡潔にお答えください。
公正取引委員会塚田審議官。お答え申し上げます。委員ご指摘の欧州のデジタル市場法でございますけれども、これは競争的で公正なデジタル市場を確保することを目的として、スマートフォンだけではなくパソコンの OS やクラウドサービスなども含め、デジタル市場における重要なプラットフォームサービスを規制対象としているものと承知しております。一方で今国会に提出されておりますスマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアにかかる競争の促進に関する法律案、通称スマホソフトウェア競争促進法案は、スマートフォンが我が国の国民生活や経済活動の基盤となっている中で、スマートフォンにおけるアプリストアなどの特定ソフトウェアの市場においてさまざまな競争上の問題が生じていることを踏まえ、まずはスマートフォンにかかる4つの特定ソフトウェアを対象に公正な競争環境を確保するために整備するものでございます。公正取引委員会は独占禁止法を所管しておりまして、基本的には個別の事案に独占禁止法を執行しながら、必要に応じてこのような独占禁止法を補完する新しい仕組みを整備して競争政策を推進していくべきものと考えております。公正取引委員会といたしましては、委員ご指摘のクラウドサービスなどスマートフォン以外のデジタル市場につきましても、競争上の問題がないか引き続き注視し、独占禁止法上の問題があれば独占禁止法に基づいて対応してまいりますが、将来的にそれらのスマートフォン以外のデジタル市場においてスマホソフトウェア競争促進法案が対象しているものと同様の競争上の問題があると認められる場合には、同様の規制の対象とすることも含め検討を続けてまいりたいと考えております。会長、宇田君。ちょっと遅いんじゃないでしょうかね。ご案内のとおり EU はですね、デジタル市場法に続いてですね、5月21日にはですね、世界初の AI 包括規制法も制定をして、これについては域外もね、 EU 域外も適用するというようなことが報道されておりますけれども、日本も引き続きですね、やっぱり作る必要があるんじゃないでしょうか。指摘をしておきたいと思います。次にガバメントクラウドの問題点について、ちょっと時間がなくなってまいりましたので、2番目と5番目を、ね、お聞きしたいと思います。資料の3にですね、大変な記事が出ておりますけれど、この中身が本当なのかということも含めてね、お聞きしたいと思いますが、まずですね、日本のガバメントクラウドはもはやアマゾンの独占となっており、行政の機微情報がですね、米国に筒抜けになるとの指摘がありますけれども、そういう認識が河野大臣にはございますか。お聞きをいたします。河野国務大臣。そもそもガバメントクラウド上のデータはバックアップを含め、この日本国内においてございます。そこに保有されるデータは暗号化されておりますし、クラウド事業者はそのデータにアクセスできないように制御されておりますので、今委員がおっしゃったのはどういうところからそういう認識になったのか、はなはだ疑問でございます。会長。宇田君。大臣ですね、米国にはクラウド法という法律がありまして、捜査当局がの判断次第でIT のアメリカのですね、IT 大手のデータを自由に見ることができる、こういう法律があるんだそうです。ご存知ですか。河野大臣。先ほど申し上げましたように、ガバメントクラウド上のデータは米国にはございません。日本国内にございます。また何か係争がある場合には、これ日本の裁判所で日本の法律で係争するということになっておりますので、アメリカの国内法が適用されることはございません。会長。宇田君。前回の質問の時に、河野大臣はスノーデンの日本に対する警告をね、謀略論には組み支配ということで全く無視をしておりましたけれども、しかし、そんなことでは私は大変なことになっていると思います。実際にね、この内部の人が日本の行政の機微情報も米国にすさ抜けになる、こういうふうに認識をしているわけでありますから、そこはちゃんと考え方を改めた方がいいと思います。じゃあ2つ目ですけどね、2つ目は政府と地方自治体のクラウドを米国大手4社に任せることによって、国の富、国富の流出とデジタル主権が失われるという認識は河野大臣にありますか。お伺いします。河野国務大臣。
顔面とクラウドの契約についてはセキュリティであったりコストであったりあるいはさまざまなサービスレベルパフォーマンス標準を設けてこの標準に合致しているところと契約をしているわけでございます。海外だから国産だからということでそこに差をつけることは考えておりませんしセキュリティレベルの低いところと契約をするというのはこれはデータのセキュリティ上問題があると思っております。また今日本の国産のクラウド事業者こことも、まあ、いわば仮契約のような形で、この標準に合致すれば契約するということになっておりますので、国産の企業にも頑張っていただきたいというふうに思っているところでございます。会長福田君、はい、ですね今それこそスノーデンの告発以来ですね世界の各国はですね自分のね国の自前のねやっぱりデジタル業者を育てるということに実は方向性がいってるんですよね。ですから日本だけね要するに、他の国のデジタル業者は心配だけど米国の業者だけは安心だって話は私通じないと思ってますよ基本的に。ですからそれはやっぱり日本独自のねやっぱりデジタル業者を育てて自前のクラウドをちゃんとね作るべきだと思います。桜なんとかっていうのも入ってるそうでありますがしかしそれについてはねなんかいろいろですね桜なんとか失礼じゃない別にいいじゃないですか。いや日本の企業を育てて名前を言ってくださいだってこれ邪魔するから育たないまあ、アナ余計なことを言わないよ静粛に願います。ね、とねでその桜なんとかっていうのは本当にね、あれですよちゃんとまだきしんいや国産第一だって言ったってねこれはねだってまだちゃんとシステムも開発できてないんだからねこれからの話はい。それでね、委員長、ちょっと止めてください。静粛に願います。それでね、まずですね、やっぱりしっかりと国産のね、あれも育てるということが大事だと思ってますし、で問題はね、やっぱりこの米国のね、だってあれですよ、それこそ情報の専門家ならみんなよくわかると思いますが、だって一度預けた情報っていうのは返ってこないんですよ。もうですからまさにですねいかにその国産のちゃんとした業者を育てるということが大事だというふうに思っております。でそんな中でですねデジタル収支の赤字それから所得収支の赤字どちらかですねデジタル収支の赤字が広がるかあるいは最近ですね、米国の4社がですね4兆円も投資をしてですね日本にデータセンターなどを作ると言っておりますからそうなるとですねやっぱり所得収支の赤字が増えるということになるんだと思います。そうなるとですねせっかくですよ国が一生懸命ですね不公平な税制などを作り貯め込ませたお金なども実はここから流出していくということもありますのでここはねやっぱり総合的に考えて日本のデジタル化はもう少しねじっくり進めていくべきだということを申し上げて時間がなくなりましたからこれで質問を終わります。